郡山市では昨日、市内の40代の男性の感染が確認され、職場の同僚6人を濃厚接触者としていました。郡山市によりますと、今日この6人を PCR 検査した結果、全員陰性だったということです。また、この他に男性の濃厚接触者はいないということです。一方、県によりますと、午後4時半現在、県内で新たな感染者は確認されていません。新型コロナウイルスについて、昨日郡山市で1人の感染が確認され、これで県内の感染者は83人となりました。